I hope it rains. I want a downpour. Soak me through. おはようございます、リオです。ソータです。今カシュという町にいるんだけど、もうちょっと遠くに離れたフェティエっていうフェトヒエ、ちょっと読み方は分かんないんだけど、そこの町に向かいます。今回またヒッチハイクを使うので、まあどうなるかは分からないんですけど、とりあえずカシュという町は離れるって感じだね。うん。このテント寝れた？起きた。全然寝れやんかった俺は。結構暑かったね、ここ。風がないから。そうやな。こんな感じです。森の中で寝たね。そっちの右側が海って感じでした。で、あの日中は太陽があんまり当たらない感じだね、まだ。ということで、まあ、とりあえず朝ごはんを食べましょう。朝ごはんはいつものごとくパンです。食べよん、行きますか。はい、ここで寝ました。大変やな、疲れるな結構。まあとりあえず行きましょう。はい、じゃあ向かいます、大通りの方に。では今からヒッチハイク開始です。あんま車通りが多くなかったので、ちょっと場所を変えてやりましょう。暑いね。カシめっちゃ暑いわ。大変や。湿度もあるし暑いだけだ。そうやな、確かに。さあ場所を移動します。歩いてたらバス停を見つけたので、バスで移動しようと思います。11時45分に出るバスがなんか27リラって言ってたから。安すぎ。100円ぐらいも絶対ないと思う。でもリラって言っとったもんな。ユーロでもドルでもな。そうしたらめちゃめちゃ安いな。まあけど違くても他のバス会社が夜の9時に140リラで、あるでな。そう最低出やんくても、まあまあまあ、だから俺らはもうヒッチハイクじゃなくてバスで行くってことやな。はい。もう海の町は通り越して、次のワークアウェイの土地の方に向かいます。もうな、バス乗るから突っ切って行きます。はい。海の町堪能したいって言っとったけど、もうよかった。まあまたサントリーに行く。暑い、ここ。暑いな。無理です。いくら海の町でも暑すぎるのは無理だということが分かりました。ちょっとよく分かりませんがバスに乗り込みます。なんと乗っていたバスがムーラという町に行かずにミーラという町に行くそうです。なので反対方向に戻ってきてしまいました。デムレっていう町に戻ってきちゃいました。本当はこっち側に行きたかったけど、こっち側に戻ってきちゃったって感じだね。へえ、大変や。やっぱり違ったようですね。安すぎたもんな。てかどこやったんやろあれは。ミーラ。ミーラってまだ行ってないやん。まだ行ってないんじゃない。やられたな。まあしゃあない。まあそんな大したお金でもないし、まあとりあえずまた歌手に戻ろう。まあ、いやてかもう何回も聞いたんやけどな。まあしゃあないよ。そう、10回ぐらい聞いたよ。よくあることや。まあここトルコやでいいよ、許せる。ここがエジプトだったらブチギレとるけど、トルコだったら許せます。いやだけど地球吹きそびれてさ。うん、すげえバスだ。はい、また。なんでやねん。ん？なんでやねん。何が？なんでまだ歌手におんねん。まあバスを間違えたんですよね。でまあ結局夜の9時45分のバスを買って、そこから明日向かうワークアウェイの土地まで行きます。疲れたね、なんかいろいろ振り回されて。野宿決定やな。せやな。またや。夜の9時45分に出て。5時間で着いちゃうらしいので、2時くらいに着くね。まあ多分さ、バス停で寝ることになるな。
あ、ならいいな。うん、はあ、とりあえずカフェ行きますか。行きましょう。ちょっと昨日目星をつけといたカフェに来ました。かわいい。はい、カフェから出ました。今6時なので3時間4時間くらいいたね。今からあれいいね。どうしました？高すぎました。いくらでした？150,000円くらいか。一品？オーマイガーですね。まあ観光地やな。すごいリゾート地って感じや。住む場所ではないの。そうやな。何を見つけたね。何それ何それ。オリーブの木、道端に生えとったオリーブ。人んちのじゃないよな。うん、じゃないと思う。ちょっと食べていい？いいよ。オリーブって、あの漬物みたいなのにしやんかったらまずいんかな。わかりません。どうしてんの？苦い。苦い？ひどい。ひどい。やばいこれ。食べてみ。いやです。食べてほしい。え、マジ？吐きそう。気持ち悪い。ああ、皆さんはオリーブを食べないでください。食べれやんのやな。美味しく加工したるんや。そりゃそうやろ。だって塩気あるもんな、普通のオリーブって。そういう、うんうん、つけてるよりピクルスみたいな感じにしてあるのは分かっとったけど、やばいわ。そのままでも食べれるんかなって思った。なんか腐ったリンゴみたいな味したな。なんかやばいな。やばい。じゃあちょっと夕日でも見に行こうか。おお、後ろ夕日やし。夕日あっちやで。うん、こうやって見に行こう。まあ夕日を見に行く前にとりあえず夜ご飯を食べに行きました。3食 ?4 食 ?5 食連続ぐらいでパンしか食べてないのでなんか久しぶりやな、外で食べるの。全然してないの。そうだね、言われてるの。3日前くらいじゃない？3日前。3日前の夜ご飯、ロカンと食べた。ああ、そっか。だから言うてか。言うてか。お通しの味のないサラダと、お通しっていうか無料みたいな。シェバーレ無料なんやな。うん、これはあやばいやつ。これなんだろう。ちょっと食べてみるわ。なんかなんやろ、わからんな。わかんないよね。ちなみにこんなお皿に入ってる。こうやって辛そう。辛いんかな。ちょっとだけ食べてみる。ちょっとそうだね。うん、うわ、あ、ダメだ。辛い。やばいやばいわ。なんかチーズのピザとお肉のピザとサラダ。美味しそうだね。美味しそう。食べよう。食べましょう。どっちから食べよう。手で食べていいの？いいんだよね。どう？肉感は全然ない。あ、そうなんだ。じゃあ俺チーズ食べてみようかな。おお、チーズの方が美味しいかもね。ね、いただきます。なんか脂っこいチーズパンみたいな感じでした。深いな、カシュ。すみません ということで場所を移動して追いご飯を食べに来ました。あんなんじゃ足りねえよお腹空いたな。なんか余計お腹空いたな。確かに確かに。じゃあ食べましょう。
バン。はい、無事にバスターミナル到着しました。かなり早くバスが来とるね。来とるね。バイ。How are you? バイ。Where are you going? ムーグラ。This one? ムーグラ。ムーグラ。ムーラ。ムーラ。Okay. Okay. This bus. This bus. Okay. Okay. Thank you. Thank you. 熊本。熊本。My girl. Uh-huh. Your friend. Yeah. Uh-huh. Student. Ah. 学生 licence. Ah. 熊本。熊本。Okay. Ege University. University. Hold on. 熊本。熊本。Yeah. Nice. Thank you. Thank you. Thank you.ということで、次のワークアウェイの土地まで向かいます。行ってない、うん、バスの中音が入らないのでアフレコ失礼します。今日も動画見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバイ。